帰れてない。よいしょ、よいしょ。あれオープニングやります。あ、そうか、黒崎健人うちの楓だろ。よっしゃ、いけろも来ました。よいしょ、ゲストゲストね、今日で2回目。あ、2回目じゃない、2回目なんですけどね、はい、僕がお世話になってる、はい、どうします新店の名前でいきましょうか。いやいやいや、まだ天才のまだじゃあ DNA のね、ゆめたさんが、2回目遊びに来てくれました。よいしょ、イエイイエイ、ありがとうございます。いやそしてね、ちょっと一つだけ、もう本当に前回、はい、前々回は本当に、ね、僕、うん、もう僕ごとなんですけど、すいませんでした。じゃあもういいです。ありがとうございます。もうお久しぶりで、ね、楽しく2回できた。楓に会えなくてちょっと、ね、楽しかったね。いやもう楓に会えなくて楽しかった。生き生きとしてましたよ。やめとけ言葉のチョイス。いやでもすごい視聴者さん予告なんですけどね、うん、俺も2週間ちょっとお休みを、はい、これからですか、はい、病気になる予定があるんで。ほんとだ、俺がなった風刺にちょっとなんか絡んでくるんですよね。ほんとに笑えないじゃん。笑えない、真面目、めっちゃ真面目。いや、僕なんか素直に受け止めるから素直にね、あれ、映さないでね。ってことで、まあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、お久しぶりです。久しぶりのワイン全然飲んでなかった、最近。あ、いいね、飲めないですよ、確かに。じゃあ、大事はうわ、大地はうまか、一瞬今ここ来てどっか行ってたんだけど、一瞬で消えましたね、うん、あ、ただいまです。もう本当にありがとうございます。そういう風に座るやつあるよ。あ、大地くんおはようございます。まりちゃん、おー、久しぶりじゃん。あの、大地くんにゆめとさんの紹介だけしようと。一回ちょっと、行かなきゃいけない、トイレに行ってくるわ。そうなんです、そうなんです、行かなきゃいけないからトイレに。わー、大地氏何年ぶりか、すごいスカーブですね。あ、やっぱちょっと遠いお知り合いへ。うわー、大吉相当具合悪くて胃が痛くて今日静かの日だ。じゃあ、え、ね、今日静かの日だ。いや相当具合が悪いね、今日はお酒を飲めない。別なね、もう水でいい。いやー、すげー具合悪い。え、これこの水も久しぶり、久しぶり、めちゃめちゃ久しぶり。そんなつながりなん、昔から。いや、なんかオスカーの時来ましたよ。いろんなつながりが、歌舞伎町ね、なんだかんだ広いよ、狭いしね。そうですよね。ねえ、ね、なんか無駄に長いんですね。無駄に長い、無駄に長い無駄に長いとノアール歌舞伎町新年も変わらない相当が歌舞伎町いや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 、酔ってるの。いや、めっちゃやってますよ。え、めっちゃ酔ってますよ。あ、ただ飲んでは来たんだ。いや、相当これ、うん、相当体調悪くて。あれ、あ、そうなんだ。体調悪いやつですね。じゃあ僕センターになっちゃうからダメなんじゃないか。いやいやいや、ゲストさんもうお願いします。あ、大丈夫、お久しぶりです。はい、どうぞどうぞ。いいっす、テンション低い。なんかあのさ、ウイッス、やばいっすね。久しぶりすぎて、このなんかいや、なんか喋りましたね。てか本当だね、久しぶりすぎてなんかね、もう何この空気になるわ。大地くんはもうレギュラーじゃなくなったんすよ。体調悪いんだよ。どんなレギュラー、めちゃくちゃ体調悪いんだよ。2年ぐらいずっと悪いことになるの。めちゃめちゃ体調悪い、胃が痛くて。てか、はい、これこのね、うん、変なしって、うん、酔っていいとも3ヶ月で終わるって聞いてなかったですかっていう予定でした。3、もう言われてる、声に覇気がないよって言われてるから、うん、え、これって、うん、いや伸ばしてくれたんですか。延長戦に伸びたん
伸ばしてくれたんですか。伸ばしてくれた。ありがたいですね。ありがたいです。嘘つけ。早く終わんねえから。大地くんだけもう全然違うかも。なんか早く終われような顔してる。いいとも話もうしないもん、道端であってもみたいなもんなんて。なんか最近なんかアメブロのメッセージとかで、なんでお前は出ないのかとか、あ、言われんの。あ、やっぱ言われますね。レギュラーじゃないのかと。いや、言われるでしょ、めちゃめちゃ言われるんですよね。出てほしいんじゃん、やっぱり。出てよって言われるんですけど。じゃあ安定で出てくれるなら、俺もちょっと休みたいもん、ちょっとね。天休なの、水曜日。いや、ダメ、ケン君出なかったら寒いっしょ。天休なの、マジで。何ケンのよっていいともに帰るでしょ。3ヶ月で。そうなの、俺、なんで俺、もういいですよ。マリルに。じゃあ、来る。もう自然に電話で、やめてくれ。てか、何やってんの。え、これあれなん、これ。自由なんす。あ、自由なの。うちの番組は、うちの番組やって、気持ち。2回休んでて気持ち。自由っすよね。なんか、どんどん自由になっちゃうと。ちょっとなんか久しぶりのこれでちょっと緊張するもん。あ、本当に今、うん、どうしていいかわからない。今日大臣もちょっと酔っ払ってないし。いや、相当酔ってん。いや、ベロベロらしい。だから具合の方が悪いから。まあ、熱いね。超酔っ払ってるよ。じゃあ相当酔っ払ってるんだけど、相当体調悪い。体調悪い。俺前回大臣は俺のことが嫌で出てくんないのかなと思ったから。え、前回も出たんすか。あ、前回ね、結構前。俺全然知らないやつですね。全然知らなかった。もう過去放送も見ないんで。見てない。やっぱり過去放送の見方もわかんない。見方もわからないし、ね、YouTube で上がってるけど、順番がわかんない。正直俺も見てないから。自分の回見てなくて、なんかみんなからメールとか来たり。あ、ね、怖い。じゃあ記憶がないから見る。俺ひどいことやってないかなって。大体ひどくなってるから。ゆめさん、 DNA の時最悪だった。今 DNA だから。どういうこと。まだ時最悪って。あれ、進展の話しなくて大丈夫なんですか。進展の話はもうあれしてんで、今月いっぱいで。今月いっぱい今のビルを抜けます。おお、じゃあ箱も変わるんですよね。箱変わって、はい、箱変わって11月の、まあでも今どうなるのか分からないですけど、はいはい、まあとりあえず箱変わるのは、ま、マンダラーって読むじゃんか。そうです、よくお分かりで。あ、はい、マンダラって読むんだ。マンダラです、はい、名前なんて、なんて読むのか分からないですよ。マンダラおめでとう、ありがとうございます。うぇー。で、大地くんのところも今調子。え、僕のことはもう何も言わないでいいっすね。ちょっと疲れちゃったんで。疲れたの、休憩したんよ。休憩してる。休憩やんで。休憩ガテラの何ニコ生なの。いや、なんか、あ、今日ニコ生じゃんと。たまたまなんか思い出した時に来ないと来れないよ。いや、珍しいよ、メールって。だから意外とリフレッシュだったんじゃない。ニコ生が酒飲んで。リフレッシュではないじゃん。なんか今日顔が違う。大事リフレッシュになる、ね。まあ、そうなっちゃう。そう。しかもちょっとじゃないね。結構ガッツリ痩せました。あ、と思いましたね、それ。ねえ、なんか痩せたもん。ちょっと、頬の部分がちょっと。いや、だから胃が痛くて。胃が痛くて。しかも、頑張ったっけ。ご飯食べて。マジで飯食ってない人の顔しますよ。最近、いや、でも食べた。食べました。今日はエビチリ食べた。エビチリだけ。エビチリとおにぎり。エビチリ言って、鮭おにぎりと。エビチリ言って。かわいい。お味噌汁飲んだ。そう、今日一日で中華と我がもう。いやもう、ね、中華と我がもうコラボで意味わからない。最近ホスト頑張ってるんですよね。あ、仕事頑張ってんで。あ、かっこいい、うん、だから、うん、痩せてきた。ちょっと指名取ってるんで最近。おお。大地くんの。え、それつくんだね、今初回とかも。あんまつかない。あんまつかないんだ。お客さん呼び始めた。呼び始めて今。え、胃が痛くなったんですか。痛くないよ。お前にと一緒に痛いよ。久々。なんかさ、ちょいちょいボスみたいな。めちゃめちゃ引いてるじゃないですか。なんか、キレがないもん今日。なんか
いやいや、なんかもう俺の話はやめてく、やめましょう、ちょっと心臓痛くなっちゃったなって。え、大丈夫、大丈夫、頑張れって。バーナスするから、ひどいね。おいおいって。え、ぶっちゃけ俺前回の2回出てなかったんですけど、その時の2回は大地くんも出てない。出てないよ。出てないですか。え、前回はブラックソードで俺やばいよ、どうするうん、で、あ、ブラックソードでやって、前々回は花咲来てくれたから、アル来てくれたんだ、うん、あ、よかった。でもね、珍しくハルがなんか花咲ってこれ聞いたことある、酔っ払ってた、もともと免許版で、勉強法ではないんじゃない？ハルはもううちのお店っすよ。今は。今。うん。あ、俺電話番号入ってる。電話番号入ってんの？昔。あ、そうなんですか。ゆめさん、僕あれなんですよ。ハルと出会ったのはニコ生なんですよ。そう。うん。そっからのつながりであれだった。第一回のゲストで花咲。よかったー。そっからのつながりだよね、本当にね。ニコ生がなかったらルミナッシーの安定はちょっと求められてなかったよね、もしかしたら、ね、求められてなかったニコ生あってよかったなと思うよ、ね、今こそニコ生あってなんかあるプラスになったの。あるでしょ、だってマリルなんかプレイヤーなわけでしょ今。マリルはそうだね、プレイヤーマリル、マリル先月だっけ。嘘でしょ。あ、もうそれも知らないんだ。あれ、前は内勤、内勤だったんだけど、え、先月から、10月の上頭から、そうですね、あのちょっと頭すいてぐらいから私からプレーになったんですよ。おめでとう、イエーイイエーイ。お前、何、お前飲む、飲むタイミングよ。プレイヤーの方が稼げるみたいな。少しかと、あ、違う違う違う、じゃあガンガンね、ちょっと今変な話だけど、うん、今もう社長なわけじゃないですか、ケン君と大樹君は。プレイヤー、現役プレイヤーだった時と、うん、社長になってプレイヤー上がってる時、うんうん、何が大きく変わりました、ぶっちゃけ話。なんか、うん、女の子からも、うん、あの男の子からも受験からも質問がすごい、質問でね、質問聞かれることが多くない、もう本当何にしても聞かれる。それは分かるかもしれない。で、え、これ俺に聞かなくてよくないってとこまで聞いてくるから、ちょっとイラっとくるたまにイラっときちゃう。なんで俺に聞くのみたいな。あ、それは俺にする質問じゃないよってことだ。そうだね。で、たまに聞くようなことない、でイラっときちゃって、うん、なんかその積み重ねでちょっと疲れる。あー、だからうざいなって思っちゃう、たまにだから本人にうざいなって言っちゃう俺はなんか結構、うん、言っちゃうから、考えろよと、うざいって言っちゃう正直、正直同じ同じ、うん、よく聞かれるから、いや、プレイヤーに関しては考えてから言えって、ちゃんと一回聞いたって誰かに、いきなり直でなんか俺に聞いてくるから、そうおかしいでしょ。あー、そこなんだ、ちゃんと自分で考えた、俺には分からないから、なんかこう考えてこうこうこうでこうでって、うん、こう試したんですけどこうでした、あ、うん、だったら分かんない、まあ、答え欲しいよね、うん、考えるね、うん、じゃあ今視聴者が一番求めてるプレイヤーだった時と社長だった時のこれ、これ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 、いや、俺はプレイヤーの方が絶対、これはどっちなのっていう、全然プレイヤーでしょ、絶対プレイヤー、そうなんだ、うん、なんかプレイヤーがいい、やっぱ、え、この2人のお店でもまだプレイヤーの方が良かったなと思う。全然お金だったら、あれ悪い顔してる、悪い顔してる悪い顔、なんかこれがめっちゃ悪い、これがあるから分かんないけど、なんかやっぱ自分でプレイヤーってパーって言っちゃったから楽、ああそう分かる、まあ、頑張った分のあれってことですもんね。でも風に遊べなくなった、大丈夫は社長になるなんて、大丈夫は社長になる、お前よ、お前今社長なのね、社長、お前明日死ぬ子いいよ、お前挨拶に行こう、挨拶しに行こう、え、ここはもうつながりあったんすか、うん、ゆめさんと大樹くん、うん、その時はもう全然あれだったけど、まあでも売れたのは知ってたの、で、あ、大樹も売れたな、今となっちゃう社長の、すげえ、イエーイね、だって大地くん言ってましたもん、
どうやったら売れないのって言ってましたもんね。わあ、ガイ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 完全に飲むタイミング大丈夫だ、ね、本来は絶対振りますから。今日何本買ってきた。今日2本2本。いやちょっとなんか連絡来ないから、あ、バックレだと。俺どうせ大事も来ねえなと。いや3人かまったり飲もうよって2本にしたんですよ。事件発生したからね、いろいろ言えないけど事件がいろいろ発生した。事件があったわけね。でもう1本買ってきます。買ってきましょうか。自分が走ればいいですか。ゲストなのに。いやいや大丈夫です。いるよ、うちの最近プレイヤーだったマリルがいるんで。何でも屋さんが。でもそういうこと言うと、俺マリルがかわいそうとか絶対入ってきますよ、絶対。いやね、でもここの自分が視聴者、マリルに対して意外と敵多しなんですよ。敵多い。そうだ。いや、俺らに便乗してくれるっていう。そうそう。ああ、そうそう。マリルのこと好きだからこそ言えるみたいなね。なんで、なんで、なんで、なんなの。ほら来た、ほら来た。本当はね、ほら来た。でも飲めよとかそういうのある絶対俺に来るじゃん、そういうのは。いや、もう2回出てないから忘れてる。あ、忘れた。帰りの2週間だよ。帰りの2週間。14日、3、4、21、21日ぶりに出るんですからね、俺は。血液入ったーで。そっかそっか。真ん中であるし、今更かよ。あれか、夢殿です。怒ってんすか。ダル君、ダル君、ユミノさん、いつもこれなんだよ。そんなのないぞ。いでそうだね。ダイズさんってあるの、ダイズさん。ダイズさん。ダイズさん。よろしい。映りよろしい。わ。映りよろしい、やばいね。いやでもなんかこの感じなんか本当に。あ、ユミノさん、バースデーだったの。あ、そうです。ありがとうございました。あの、あ。ゆみやさん、ほんこで、いやいや、ほんと、ありがとうございました。2日間やらせていただきました。ありがとうございます。おめでとう。2日間いいんすね、2日間もバースデーウィーク。いやいやいや、もうほんともうこけました。こけた。2日間ってね、なんかね、難しいよね。2日間バースデー。僕、1日行かせていただきましたけど、体持たない、俺。1日行かせて。2日間はもう絶対やりたくない。やっぱ1日がいい。うん、やっぱり。いや、まあ、今日の感じで箱のこと考えて、うん、なんか2日間にしたんですけど、まあ、体しんどいっすよね、うん、いや、かなりしんどいで、記憶がぶっ飛んで2日目だから。なんか2日やるとなんか次の日うわーってなっちゃうみたいな。うわーって落ちるなーみたいな。やっぱなるんすか。僕2日間ってやったことないっすよ、ぶっちゃけ。ないんだ。1回もないの。朝から夜までがやっぱ一番いい。日の出から、一部営業だけど日の出からやってて、けんちゃんとこだよ、うん、でやるから、自由になってやったことないけど2日間やる人の気持ちが俺からしたら、で箱広いじゃん。いや、ちょっと行かれてるな思いながら。だってもう持たないっすもん、体が。いや、それお祝いに、お祝いにね。だってつらいの2日間じゃないですよ、3日間つらいんですよ。1日目終わります、2日目終わります、その次の日まできついって考えたら、で、無理や。いやいや、確かに4日以上それやから。4日以上それやから。4日以上。いやもう怖くてできない。いや、そんなね、もうグランドオープンの前の日は楓にペロペロに飲まされてそのまま出勤したから。あの時ね、あの時は3日間きつかったよね、ケン君。ごめんね、あの時は。ね、グランドオープンでベロベロで。だって言ってたもんね、もう帰ると連絡が取らない。取らないで。ちょっと来てよ、俺明日グランドオープンなんだけど。飲まされたね。うん。今日の大事は精神崩壊寸前バージョン。大事君、今日ぶっ壊れるんす？いや、僕はちょっと普通で。これじゃぶっ壊れますか。いや、僕は普通で。え、ちなみに今休みの日ってあるんですか。ないっすね。ですよね。うわ、大変だ。今日はハニー定休日で、明日はパラダイス定休日で、で、ハニー。やべえ、今日明日ハニー。やべえ、すぐそくりだ。やべえ。いやー、すごい。でも休みの日も今やらなきゃいけないことが死ぬほどあるわけじゃないですか。全然時間も足りてない状態ですよね。楽しいって楽しい。全然足りてないでしょ、休み。プライベートの時間今あります？ない。だって休む時体調壊してだけでしょ。うん、休んでるって具合悪くてブログ見たりとか。
いや俺もブログ見て、大二君もマジで休む時間ないんだろうなと思いながら、じゃあ俺、大二と俺、アメンバーなの。アメンバーですか。どっから飛べばいい、お前から飛べばいい。飛べばいいっす。で、僕ちょっとブログ見たことあるんですけど、うん、すげえ体調悪いっすよね。すげえ体調悪いなと思って、この人体調悪いな、病んでるなって思って、俺と一緒じゃんと思って。待ってそれはさ、病院マスターだな。病院に切れてるなって。すごいね、よく知ってるね。いやすごい、ここまで知ってるのはすごい。ゆめさんもう内臓捨てましょう。もう内臓いらんし、死んじゃうよ。もう内臓いらんしょ、死んじゃうよ。内臓捨てましょう。まだいる。いい内臓もらおう。いい内臓、いいな、くれよ。いや、もう多分みんな悪い、みんな悪いこと。俺ら内臓ポンコツですよ。バカ言え、俺そしたらどうすんだ。いや、この人の詐欺でね、交換したところだよ。痛くなるもん、俺この辺も、背中が。あ、背中痛くなるって言いますね。それ腎臓、多分ね。そう、あのね、ここポンポン、こう、叩いてるだけで、ストレスですね。わかる、わかる。ね、やばい。大変だ。あ、大樹くんが欲しがってる。マリル、はい。大樹くんが怒る、怒る、怒る。暴れちゃうから、お酒入れない。暴れないよって。胃が痛いからあんまりいなかったですけど。いや、なんかパラダイスの子、大阪の子6人ぐらいいるんですよね。大阪から来たの、すごい。大阪から来た、大阪でも。なんか千葉しかいないんですよ。大阪でもやってんすか。やってないですよ。いや、パラダイス出したら、なんか地方っす。そうっすね。大阪の子は6人ぐらい、5、6人ぐらい。え、それはなんかみんな繋がりない、6人全然バラバラ、バラバラで誰か拾えよ。拾えよ。はい、俺、ありがとうございました。すみません、僕わかんないです。俺もわかんない。なんで俺にこれ、超これ否定食らうかもしれないけど、やばい、ぶっ込もうとしてるけど大丈夫かな。え、言っていいですか。今大阪のくだりもらったんで、大阪でホストやってた子が歌舞伎来るとするじゃないですか。ゆめさん、いきなりマリリン切れて、そんなことできるわけねえじゃん。ちょっとゆめさん、ちょっとだけください。あー、ごめんマリリン、こいつ一生売れないなって思うパターンと、あ、こいつだったらやっていけるなパターン、バツー分かりません。全然分かんない、これ。この大阪、おい大阪お前って言いたいこと、大阪、あ、お前だったらいけるわ、2分の1しかなくないですか。中間層で頑張るじゃないですよね。なんかわかる、少し経験してきた人ってこと。バツン、経験してきても、バツン、どっちかな。なんかそれ分かる、それ分かる、それ分かる。3人は出てて、あの大阪の人でも、なんかあのこう東京の人みたいな感じの子は多分うんって感じじゃないってことでしょ。関西乗りでガンガン行ってくれたら、関西乗りが強すぎて、なんか先輩に対してはね、ちょっとね、気づかないで。あ、そっち、あ、そっちもあるね、でもね。あ、すごい来るねって思いません。グイグイ来るね、グイグイ来るねみたいな。てか、これ、わかった。 YMCA 流したの多分さ、ゲイだからじゃん。なんでゲイで YMCA に行くの。これってゲイの歌じゃないの。いや、そうですよ。ね、はい、え、そうなんすか。そうで、なんでゲイなの。ゲイ、別にゲイ、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 ね、ゲイって言われてるんですよ。だからこんなとこで。じゃあ、俺だから YMCA はなんでゲイなの。いや、でしょ、もうそれはYMCA っすよ。もう GE1 みたいなもんっすよ。グイじゃん。もう一緒一緒っすよね。グイ一緒っすね。全然もう切れねえな、二人して。一緒だ、やっぱり一緒だ。いや、怖いね、怖いね。進まなくなってんね。大阪アクア、あ、そこでいけんの。大阪アクア、大阪のアクア。夢とは大事な先輩なの。先輩っていうか、ホスト歴が長いだけです。何年ですか。何でですか。何年ですか。2年です。グイ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 
なんか、あ、言っても大丈夫ですよ。地元ってどこら辺ですか？地元埼玉です。のどこですか？埼玉のそこまでいい言う夢さん、僕あれなんですよね、立川生まれなんですよ。めっちゃ違う、普通ですもん、僕立川生まれで、の、あの、埼玉育ちなんですよ。全然、ちょっと待ってよ、俺答えてないのにさ、あの、夢さんが言わなかったんですよ。東京育ちですよ。あ、東京生まれですよ。東京生まれの埼玉育ち。あ、一緒っすね、一緒っすね。で、埼玉は川越と四季の間です。おぉ、僕所沢です。はい、所沢です。所沢です。はい、はい、近い近い。所沢って東京から近いっすよね。近いっすね。東京の人間ちょっとすぐ すんげえ気持ち悪い。ガルジ君のこの敬語気持ち悪い。体調悪くなるわ。ワイン以上に体調悪くなるわ。怖い怖い怖い。埼玉っぽいねって、あのリスナーさん、埼玉っぽいねってどういうところがですか？埼玉っぽいってないですか？でも埼玉うまいラーメンが多いんですよね。逆に所沢で ファミリーレストランが日本一あるっていう。あ、そうなんですか？チェーン店ファミレスがって聞いたのもある。埼玉、あの川越街道ってのがあるんですよ。あ、わかります。半端じゃない、ファミレスだらけですよね。そんな激戦区だ。そんなにあるファミレスしかない。逆にもうなんか知ってる名前だったんですよ。これこれマジでレイドデニーズ、レイドデニーズ、これはほんとマジで、これはマジで。だからなんか所沢市の人ってあんまり味覚がどうのこうのって言われるんですよ、そこの近所で。はいはいはい。だからスープカレー全然美味しくないのに、スープカレーめっちゃ推してたんだ。かいかーい、かいかーい、かいかーい。スープカレーは北海道の人みんな好きっすよ。いや、うまいよね。めちゃめちゃ美味しい。スープカレー食べたくて北海道行くっすよ、みんな。まずいのはまずいっすけど。僕、北海道何回見たことあるの、スープカレー食ったことないんだよ。食ったことないんだよ。すごいよー、北海道で何食べるの。スープカレーを俺は大事くん、何大事くんが、あんなにスープカレーを教えるのが俺は分からない。あんなシャバシャバな米。ケン君って結構飯好きじゃないですか。え、飯ご飯いや違う、なんかボーイが教えてきて反応しちゃった。ゲテモノ料理ナイトコール、何飯好きだよ。カイチのナイトコール、何すかそれ。俺ね、ぶっちゃけ1年前ぐらいに、スマホのアプリになったの、なったんですよ。スマホのアプリ、ナイトコール。ナイトコール聞いた前なんか。え、なんすかマジですか。前なんか言ってなかった、撮影だからしてきたみたいな。なんか喋って聞いたなってて、最近バレたお客様がいたんですよ、うん、もう本当に俺はあれは消したい過去なんで。あの、スマホ会社にお願いしたいんですけど。消してくれ、俺のことは聞いてくれ。そんなにちょっと恥ずかしいぐらいの。いや、めちゃめちゃ恥ずかしいですよ。え、何をしたんですか。だからもう声を取るみたいな、うん、声の録音アプリみたいな。モテる音が違うね。あ、マコ君も、うん、いや、めちゃめちゃ恥ずかしいっすよ、うん、俺と一緒にケーキ食わねえかみたいなこと言ってた記憶ある。なんでケーキ食わねえか。あんな誕生日バージョンみたいな。あんなに、いや違う、もう通常通常でケーキ。俺ケーキ買ってきたんだよね。甘い。いやもうね、甘い人あれだけはマジで本当にアプリから消したし。みんなお店バラバラ。ビンディリーもね。あ、ケン君、ケン君。CM。あ、CM。CM 行きましょう。ああ、ごめんなさい。CM のまでは見えない。大丈夫。
よいしょー、よいしょー、あれ、上がってきた。ケン君何やってんの。よいしょよいしょよいしょだぞね。入ってようやく楽しくなってきましたね、うん、思いません。全然飲めないんで無理です。まさかの。そっか、大地君立ち悪いから。ツバッチのバスでみんな行こうな。ツバッチの、ツバッチ、ツバッチの誰だ、これ、ね、いやもうなんか俺ら多いんですよ、ね、俺ら問題ないけど、うん、問題ありです、ね、ここですよね。問題か問題じゃないかもわかんないけどみたいな、ま、なんかあの、つばさんのことあんまりなんかこう、やんないでほしいなって言うと、炎上しますよ。ストロベリー一族で、ストロベリー一族で結構ですし、いや、僕はお世話になったと思ってるし、つばさんはもう好きなんで、別に変なのないですからねって。でも、そのね、大空だってストロベリーイズムですから。ストロベリーなんて言ったって受け継ぎますよ。でも受け継ぎちょっと受け継いでるとこあるじゃん。受け継いでません、うん、めっちゃ健康からね、イメージ的なものは受け継いでるよ。そうそう、そういうこと。全く違いらしいけどね。違う、なんか、うん、ニュアンスは一緒っぽいけど全く違うっていうね。うでもどっちも指定してるんですけど、あのしかももう説明したい。もう今言っちゃおう。じゃあ滝川代行でしょって言うけど、滝川さんはあの僕、もう始まってますよ。あの元々住んでた家があって、そこ家を貸してほしいって言われて、家を貸しまして、あの僕家を借りたんですよ他に、うんうん、ね、まあで、まあ家任せしてたんですよね。で任せしてて、まあよからぬことをしてしまって、まあ、捕まってしまったんですけども、まあその家で僕は結構被害者で、まあ任せしてた僕が悪いんですけど、僕はあの不動産が借りれなくなっちゃったんですよ、その、だから僕は お父さん名義で今、今そうなの、借りてずっと。ってことはあれってことですよね。いろいろ苦労してるわけじゃん。だから本当になんか誤解してるんですよね。言っちゃうよって言うてしまうよ。はい、そういう感じですね。でも、はい、そういうのはちょっとやだね。そういう風になるってことはあれですよね。はい、まあ、噂のあれですよね。いじけモードよ。なんかいじける？タイなんちゃらですよね。いじけモード。いじけてるよ。ごめんなさい。うん。何？事件だらけだろ。でも何 CM、うん、CM の時間、うん、俺に言わないで。言った言ったじゃないですか。3秒ですよって。夢さん3秒で帰ってきてくださいよって。言ってないじゃん。何なの？何3分トイレしてんすか。いやいや、戻ってきてもう始まってるらしい。何早く終わりしかも、ムカつくなー、トイレ見つけたとか言ってるけどさ、てか俺さ、家の鍵さ、持ってねえからねって。しかも、でも俺は事情聴取くらって、その日俺、一日中捕まってたからね。あんま言わないもんね。いや、で、なんか、大丈夫なんか、検査されたけど出てくるわけないじゃん。だから俺はお客さんに、俺捕まったけど出てこなかったぜって、やってねえだろおいって言ってやりましたと。そんな感じです。はい、すぎる。してやりましたよ。完全なる被害者だ。完全、まあだけど、まあ僕好きだったんで、うん、まあ全然別にいいっす。でも大地くんが疑われる意味は、俺とケン君はあの分かってますよ。うん、いや俺らは酒でこういうになってるって分かるけど、うん、第三者だったら分からない。まあ大地でもな、ちょっとヤバめなのかなと思うの。ちょっとヤバめな。大地、俺初めて出会った時、昔やってたもんな。やってないっすね。何の嘘情報っすか。いや、やってないですし、僕歌舞伎町裸で走り回るからね。パンツ一丁で。パッキュー走らないし。走らない。パッキューって言いながら誤解が多い。大根は大丈夫だよ。選んでた。嘘でしょ、ね、フラッシュバックかーって。おいって。え、いつぐらいのあるの？俺が20の時とか。だいぶ前だ。21とかの。何年前ですか？4年？ 4 年前とかですね。そうね。で、でもその後、連絡取ってなんか元気やってるって言ってます。頑張ってくださいって。いや、でも大地くんが疑われるのは正直仕方ないですよ。酒での上がり方がちょっと違うもん、やっぱり、まあ、疑われても、まあやってないから別にそのまま警察持ってっても別に構わないという感じなんですよね。待ってみて。でもその真相はホストラブに書いてあったよ。真相がホストラブに書いてあるわけなくない？
確かにない真相が分かる真相が分かる。あ、俺ね盛られるからね。これが本当だね僕これが本当だね。なんでイチゴって僕、うん、あのボスラブとかに一言言いたい。あんな嘘、嘘9割やん、うん、まあそうっすね。嘘9割やん。で9割でちょっと足りてないとこもあるし、ありますね。あれを信用して言ってくるのめんどくさい。あー、それ分かります、ね、でも、もう何も思わなくなりません。もう全然思わない。俺もやっとけーって思いますよね。何でもやっぱ気にしてるんでしょって食ってくるやつが嫌だ。でも何でも見てないけど、どんぐらい見てない。もう全然、でもこの間1ヶ月前ぐらい見たかな、やっぱ、みんなって言うのよ。で、すごい言うのよ、気にする人がいるの。なんか、書かれてるよって、いちいち言われてるの。オッケーオッケー、オッケーなんだけど。なんか俺は過去は何に言われても別にいいけど、なんか俺ご免状見てない、ま、巻き込まれて、なんか誰か第三者を巻き込んでの話とかは嫌だなって。ああ、そうっすね。それ一番なんか、なんかキモと思っちゃう。黒犬毎日見そうだよ、俺ね。でもね、初めて半年ぐらいの時は毎日見た。あ、見ました。毎日見て。あ、それはわかる。でも、ブラックパールだったじゃん。ブラックパールに入った時、すごかった。ナイキンさんが焦ってたもん、うん、なんか、スレが毎日300件ぐらい悪口書かれた。いいんじゃない、それ。それナイキンさんが焦って消してたもん。ありがたいしよ。うん、すごい、そういう時はあった。見てた俺その時は。でも俺らは最初は興味本位だし、変な話、じゃあ俺が大地君 の, あのじゃあネットを荒らそうと思ったら荒らせるわけじゃん、うん、だね、そういうこともできるんだよっていうことをみんなが知ってくると、うん、ああ そっかそうだよねって思いますよね。でも見ないでしょ今。相当見てないっすね。俺も5年以上見てない。あ、でも1ヶ月前ぐらいに言われて、それこそ言われてみたけど、言われてこんなこと書かれてるよ、へんへんって感じじゃない、あるよね。楓君気をつけないよぐらい。僕その時に言われて、書かれてますよ、うん、何よこういうことって言われて、あ、そう、それ嘘だから、で、なんかそれでおしまいで。本当になんか、結構若い時になったの。あ、見よ、もうどうでもいいかなみたいな。俺でもね、面白いことがあって、その時に、1日300件書かれてる時に、うん、なんか見たの。したら書いてるやつを突き止めようと思ったよ、うん、俺ものすごい連絡してたから、何十人とかをこうメモって言ったことを全部違うこと内容にしたの、わざとちょっと書きそうな内容、うん、して書いたやつがいて、ピターンって見つけて電話して、お前書いたろって言って、それみんな捕まずいや俺それ、ね、捕まえて、そしたらその子謝ってクリスタル入れに来た。本当にすいませんでしたって言われて、一番その子は好き好き言ってくれてて、俺の子好きなんだよって言ってたのに、裏では超書いてて、私今試します、この人が何営業するかみたいな。女の子は怖い、怖ーと思って、怖い、もう怖すぎて、いやもう完全に内容、電話した内容を書いてる人誰かと分かったから、もうやるしかない。いやー、うん、怖い、怖い、なんか全然俺かわいいじゃん、かわいいね、かわいい。違う、そういう問題だったらナイキンさんがびっくりするんだよ、ケンやべえぞみたいな、気にしてきて。なんか別に、なんかもっとやばい女の人いるから、別に俺、アメブロのメッセージとかあるじゃん、うん、全部、あと、女の子と俺がメールしてるとするじゃん、うん、あ、全部メール調べられて、バーって反対だけど、バーって見せられたことある。イエーイ、全然いいです。それパスワード当てられた。俺大されてんなと。いや違う、なんかハッキング、ハッキング、めっちゃプロじゃん。いや、なんか愛されてると思って、今でも続いてるし。それって変だし、ストーカー話みたいってないですか。だからもうそういう話ですよね。もうなんか俺もう家帰って、探偵とりあえずつけてるから、うん、いや探偵なんかぶっちゃけね、もうここで言いたくないけど、うん、あれかかんないじゃないですか。うん、別になんか気にしない、うん、なんか気にすると疲れちゃうから気にしないから、おおって思うだけ。そう、ちょっとおお、こいつはおおぐらいですよね。お前はフライデーかって、ね、友達みたいな。そうそうそう、すごい。アフター、営業終わりました、家帰ります、電気つけます、帰れくんお帰りっていうメールが来るみたいな。
かわいい、かわいい、これね、そんそんある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 、かわいい、もうある、家で見つけたら帰るお帰り、どっから見てんの、探偵の人からメール来たよぐらいの感じでしょ。じゃあ俺一回そう楓とアメンバーになった時に、ねね、楓のブログ見た時にちょっと僕からしたら楓くんのブログはちょっと理解不能だった不能だったんす、うん、だからうんもう2回ぐらい見てあやめようと思って人のブログを見ないから見ないんだ、まあ、僕見ないですよ。へえ、もうアメンバーなんて見ないですよ基本的に。でで最初は見るじゃない、うん、アメンバーになったでも理解の中も最近もう見てなくて理解不能ってどういうこと俺見てるけど全然理解できるけど不能だったあの最初の方不能最初の方なんか何度かだぜーみたいななんか誰かの俺か俺は返すの動画見た時になんか実家いい家じゃんって思った。なんか広かったんだエイリアンみたいなでっかいやつみたいな、ああいうのなんかなあ、ボンボンなん俺も好きだからえ、ボンボンなんね、実家見た俺フィギュア好きなんですよ、フィギュアがなんかでっかいフィギュアとかいいよね。虫取り行ったみたいなね。なんか鉄人28号のなんか等身大のフィギュアとか欲しい。100は、あの等身大のフィギュア結構安いんだよね。フィギュア好きな人ってそこに、そこに金かけてなくて他に金かけてないですね。みんなちょっと、みんな書いてることおかしいからちゃんと書いてください。ほんとにちゃんと書いてください。刺されたとかもう刺すとかそういうことは刺すとか書かれてるの。はい、もうすごいっすよ。ほんとなあ、そういうのやめてください。僕たちはそしたらここにいません。刺されたことありますか。刺されたらホストやめるよね。やめる。でも僕思うんですけど、ホストやってて例えば今の時点で、ね、うん、あのどういう死に方がいいですかって言われた時に、寿命がいい。本当ですか。僕は女の子に刺されるか、刺されるか、なんかその時点ぶっ飛んでない。え女の子刺されるし、いなくないでしょ。刺されるか、例えば、はい、刺されるか、お酒で死にたい。先に死ぬ、ね、俺は絶対どっちも嫌だ。のんびりのんびりしたいな。のんびりです、うん、のんびりしたい。じゃあだからのんびり死ねるわけにはいいやん。痛み、靴がほら靴がね、体壊れてね。店出してなかったらもうでもホストやめてた。絶対楓くんどういう死に方がいい。俺は今の生涯続けてる。もう今死ぬんだったら、うん、自分の息子に迷惑かけないように死にたいなと思いますね、うん、今死ぬんだったら。息子いるの。今死ぬんだったら。今おい、またブログ荒れる。ブログっていうか、なんか今死ぬんだったら自分の息子に。あ、息子ってあの、こっちですか。先々考えてるでしょ。先々考えたら自分の息子に負担かけないように死にたいなって思う。だから変なのし、息子は娘が体が、まあ息子娘が、うん、俺が体が弱りました。早く老人ホーム突っ込んでこいと思うし、うん、突っ込んでくれると思う。何私が看病します。看病なんかしなくていいよ、突っ込んでこいって言う。うちは親でも言われる、はい、なんかボケたらさっさと老人ホーム入れてくれよ、うん、なんか面倒見なくていいからって言われる。でもそれが本望なんですよね、やっぱり。でもやっぱでもそれでも息子娘からしたら私が面倒見るって言ってくれるような子供ができたら正解だね。100点超えてるよ。確かに確かに。じゃあもうちょっとしたら論点がずれた。論点がずれた。今死ぬならだ、ね、まあ、今死にたくないな。まあそうですね。それは死ぬとしたらの話や。僕は死ぬと思ったの。どうだ。いやだから頭痛すぎてもうやばいやばい、もう出た、ね、もうノンシュケツだと思ってテーブルの上に誰か見つけてくれると思って、誰か来てくれると思って、死んだらテーブルの上に通帳と、ね、あの暗証番号置いてやろうと思って。ちょいちょいなんか。え？何何？いやホストやってて死にたくないな。あーそれは長生きしようとは俺は思ってないけど早死にはしたくないわ。なんか第二の人生
うん、おう、うん、歩むきっかけと、うん、区切りを今つける日を探してる。もう模索すべきそれはね、一から頑張りたい、また、うん、なんか僕もそうだね。この商売じゃなくてでしょ。そう、一から頑張りたいっていうことがあるから何でもいいと思うんですよ。ホストのままで死んだら大事。まあでも、なんかすごいリスナーさんがすごいいい質問してくれたんですよ。あの家が宣材写真は嫌だ、絶対嫌だ。みんな兄弟はいるっていう。弟と妹が、弟と妹さん、弟が、弟さん。僕一人っ子なんですよ。お、一人っ子。一人っ子ですね。僕は兄がいるんですけど。みんな兄弟いる、はい、何歳くらいで結婚したいっていう。いや、なんか今はまだ考えてないですね、結婚みたい。いやー、30くらいかな。30くらいにしたいかな。俺超えちゃってる。なんか大丈夫さ。いや、なんか10代の時はもう22とかで結婚したいと思ってたけど、なんかどんどん年々年重ねるごとに結婚いつでもいいや、35歳とかでもいいし、なんか全部がなんか落ち着いて自分がのなんかこうなんか基礎みたいなのができたらでいいよ。あ、そうですね、それはめっちゃ分かります。なんか運動したいの、うん、自分の子供とっていうのを考えるか。30ぐらいの、なんか10歳の時40で限界かなと思って。子供と何かしたいってない？野球とかさ。ない。いや、そうそう、うるさい。それが例えば、でも分かります。10歳の時に、じゃあ僕は32ですけど、あるお金がなかったら、だって何も楽しくないでしょ。そうだけど、まあなんか違う楽しみ方もあるなんすか、お金の話。お金の話やりましょうよ。じゃあお金の話で喧嘩したくないんですよ、ね、家庭を持ってね。お金、お金って。じゃあこのお金の話は CM などでいいですか。いった CM。 ねえ、見せてくれた。今ニコ生だよ。そんなレベルなんですか。え、ちょっと見たいです。いや、なんかあ、もう始まってんの。始まってんのこれ。なになになに、みんな勝手なこと知らない。うわ、こんなに少ないですか。それやばいね。何を流してんの。なんか電話かかってきて。電話の鳴る内容、そう、見た。うわ、これやばいですね。風神ケン様にアメンバー申請したよ。緊急の理由。こんなのか。うわ、また。なんで下見出てないじゃん。なんでどうしたんですか。風神。うわ、映さないでください。いや、大丈夫です。まあ、見ましたよ、ブログ。これやばいですね、それ。やばいね。え、そんなにひどいものですか、風神。え、なんか、精神死ぬって言いません。確からと、言って平気なのかな。言って平気っすね。大丈夫っすね。言って、うん、いつなに分かるように。確からと、精神が全部死んじゃうみたいな。うん。熱が続くから死んじゃうんですって。その40度超えちゃったら。40度をずっと超えちゃってるから、もう精神が死んじゃってみたいな。でも風神受ける。いや、大事な奥さんだよって。いや、そう、ソーマなんだけど。早く帰ってこい。ソーマってやつ。甘えててもらいましたね。カエチンって無面のかよって大事。カエチンに敬語を使ってる。俺も気持ち悪いもん。この視聴者と俺は今日そうだよ、なんかスタートで違和感しかないと思う。そう、ずっと気持ち悪い。そう、また風刺。そういうこと。はい。もうね、酔っ払ってない。酔しか飲んでないじゃん。じゃ、酔い方が変なだけなんで。もう最近疲れすぎて、多分なんかちょっと違うよね。居酒屋感覚になってるよね。いや、あの、
酔ってるんですけど酔えない。あー服が触れないんですよ。そんな感じです。なんかその一番ストレス様ですですね。マジでリラックスできない酔い方。大変だマジで。大変ですよね。男子常識あるって考えてるよ。ほらみんな、ほらみんな立場あるじゃないですか。普段は、普段はあるんだ。酔うと俺とか立場ないからね、立場ないですよ。立場あるでしょ。いや、ないですよ。ない今ないですよ。コメントはある。だからね、社長さんと社長さんとね、はい、今は常務、うん、でしょ。ひらです。僕ひらる。あのね、経験値が違いすぎる。でも経験値でも全然上ですからね。皆さん、マンダロンオープン予定いつ？ごめん、これだけ言わせてもらいます。ゆめさんの動きチェックしますよって、やめてください、やめてください。これだけ言ってください。はい、予定オープンは11月の、中頃の予定です。誰か先に後半だよ。11月後半だよ。しかもすごいどやって書いてる。どやめっちゃびっくりもんカメラの前に来てる。あ、カメラの前に行ってください。もどうやって。ケンさんって言われてるんだ。ケンちゃん行けばいいじゃん。ケン君出よう。いつも通り行こう。何を言うの。大樹が言って。大樹切り替わった。いや、ケン君、ケン君の言葉を求めてるんじゃないの。何の言葉を求めるんだ。言葉を求めてるんじゃないの、うん、ケン君がカメラの前に来ることを求めてる。ちょっと言っちゃってよ。大樹は、ほら来た。大丈夫。大丈夫。可愛かった。大丈夫。起きてる。起きてる。大丈夫。俺は今日はちょっとよれてるからね。これオッケー。これオッケー。かっこいいな。イケメンイケメンイケメン。いやさすがモデル。さすがモデル。これでオッケー。マジやめてもう。やめて。かっこいいし、かっこいいってコメントしかない。カエチンアップで次。ね、言っていいですか。俺、これ本当にあの落としたじゃなくて言っていいっすよ、はい、俺、ケン君ね、本当に最近かっこよくなってきたのもう。まあ、何すよ、それも最近出ると最近あの、最近デブデブ言われたけど、俺出会った頃、ぶっちゃけそんなにかっこいいなとは思ってなかったの、うん、でも、最近かっこよくなってきてる。本当にぜ最近デブデブ言われるんだけど、大丈夫。俺今日さ、上田屋にわー、ケンさんって言われて。上田屋、ああ、上田、何だっけ、お店でルルカ。あ、ルルカ、うん、行って、ルミナスにケンさんデブりました。めっちゃお腹触られて。デブ系になれた。いや、あいつ全員にいますよ。あ、そうなんだ。めっちゃガリガリになった人間にもう太りました、デブりました、言いますから。あ、キャラなんですよ。あ、そうなんだ。あ、今度僕、ニコ生に連れてきたい従業員が2人ぐらいいて、うん、それが超気持ち悪いですよ。もう悔しいんですけど、僕からしたら、ケン君のことを好きすぎてケンって名前にした従業員いるじゃん。え、うん、ルミナスいるの。ルミナスティです。そうで、その子かっこいいの、イケメンなの、だから今度連れていきますわ。俺ごめん、すごい。それなんかあれじゃないよ、死んだ方がいいんじゃない。死んだ方がいいんじゃない。何じゃない。すごい、あのね、ユメさん、変わり者なんすよ。俺さ、他のお店にもいて、俺のことが好きすぎてて嘘つけと思ってて、そしたら、大阪時代から嘘つけと思うよね。なんでそれ。そしたら、4年前の俺が出てた記事とかの俺の内容を言ってて、へー、本当だと思って、しかもその時イケメンなの。え、でも楓くんもいるっしょ、うん、うちに会ってくる人間だよ。大樹もさ、俺でも入ってこないんだよ。大樹もさ、はい、入ってきてほしい。もう、ゆめんどにしたらいいよ。いや、僕っすか。今更っすか。どういうあれですか。今更解明っすか。どういうだろ。俺も今更解明はできないから、はい、でも解明できるじゃん。僕っすか。できないっすね、ちょっとちょっと無理っすね。やろ。いや、じゃあ人間やろうと思えばできる。いやブルブル返しなさいよ。やる気の問題じゃないっすね。俺、明日から名前変えれば。その代わり炎上は確実でしょうけど。いやー、もうなんかそれやばいっすね。名前いいよね。でお店の名前もなんかニャンチューとかにしなよって言われたことあるけど、嘘でしょって。嘘です。本気で言ってんのって。大ボケじゃんみたいな。誰入ってくんのって。入ってくるやつ絶対飛んでるからね、頭。どうやったら誰まとめるんだよそれ。クラブニャンチューやめてくれよみたいな。いやね、クラブニャンチュー。ニャンチューね。猫アレルギーなんすか。猫アレルギー。
そう、俺猫アレルギー。なのに言っちゃう、絶対言っちゃいけない。猫大好きよ、俺。猫好きなんだんだけど、昔。ダメだった。アレルギーだから、ダメだよ。犬が猫飼ってるけど、俺もちょっとアレルギーで。やっぱアレルギーって何？僕も猫飼ってるの。アレルギーって何？ブツブツで痒くなるの？痒くなっちゃうの。痒くなるの？くしゃみとか猫の。猫は飲みだね。僕、ロシアンブルーだ。ロシアンブルー美人だね。ロシアンブルーか。ロシアンブルー美人なのよ。めっちゃテンション上がってるじゃん。いや、テンション上がるよ。え、ケン君、猫飼ってんの？うん、ダメでしょ。俺はロシアンブルー飼ってる。え、マジっすか？うん。かわいいのよ。ロシアンブルー美人なのよ。美人って何ですか？いや、ほんと美人だよね。ロシアンブルーってスパーン、微妙な、微妙な、ロシアの貴族は飼ってる。微妙とかじゃなくて美人。あ、じゃあ俺、ケン君じゃ今日遊び行くわ。あ、僕今日、近々引っ越すんで、遊び来てくださいね。2人、3人、4人。同じところに、じゃねえよ。いや、俺、ケン君の家に引っ越そうと思ったんですよ。ケン君が今、一緒にいるところ。いや、あの家賃払えないわ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。全然高くて安いよ、安すぎて。ちょいちょい潰し入るよな。ちょいちょい潰し入る。あれは払えない。どこ住んでんの？いや、その話終わってから。え、はい、はい。質問タイムに来よ、質問タイム。言えないけど払えない。そろそろ。ゲスト2名とね。ゲスト2名。ゲスト2名。ゲスト2名。なんか動揺してゲストになってない？いつから？ひどいな。いや、大丈夫、25万なん。おっ、え、前言ってましたよね。え、ケン君だって言っていいの？大丈夫、25万なん。ケン君言っていいの？家賃超えて。いや、待って、何これ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 、25万なんすか？どんだけ持ってんだよ。いや、ケン君、うわ、すごい。え、ケン君の家の家賃言っていいの？4万。いや、でも400万。25万つっても、でも俺は新宿じゃないから、住んでる場所が。あー、やばいよ。俺住んでるとこ新宿じゃない。俺40、猫40。新宿じゃないの？区が違います、区が。あ、区すら違うんすか？区が違うから家賃落ちますね、だから45。でも、スーパーどうせ、いや、そんなわけない。この行き来で、結果タクシーでね。確かに結構かかる。確かにね。いや、それはすごいわ、25。25はだ、往復で3000ぐらい。もう探らないけど。もうじゃあもう全員ぶっちゃけちゃえばいいじゃん。はい、いくら？5万円でしょ？僕4万円。いや、そうだね、ここね。そうだそうだね、そうだねって。そうだねって、すぐ分かっちゃうね。ありがとう。やっぱここ電車1本別になんか分かったところで、まあ確かにね。ケン君、残り1分しかないって。いくら家賃？いや、そんなもんす。大丈夫、大丈夫。だから、みんな同じぐらいのところに住もうとしてて。うわ、すげえ。いや、でも俺はケン君が、店員はそれだけど、本当はこれってこと知ってるんで。400万。え、おもいくら？いや、僕は全然ですよ。もう2万3000円じゃないのですか。風呂なしじゃない。風呂なしじゃない。風呂30万。風呂だけでええな、方が。部屋なし、風呂ありだと。でも僕、寮なんで4万円です。もうやめた方がいいです。ならやめた方がいいです。ない。大事、前科者は前科者。殺すぞー！前科ねえよ、バーカ！バーカ！今回。夢じゃん、なんもないから。ありがとう、また来週。残っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで、伝え込んだためを舐め、くたり紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で、僕らは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。